の皆様にスタミナ料理をお作りします。コック長の坂井正明です。45の井上順次です。えお前なんだよ45ってな。コック45 今日では今日持ってきた材料を出してください。はい、お大根に、はい、お卵ですね、はい、それからおトマト、はい、お味噌です、はい、お粉、はい、お生クリーム、はい、いいお料理を作るにはまずいい材料が必要でございます、はい、今日はいいお材料の見分け方を皆様にご紹介したいと思います、はい、まずお大根ですけれど、こう手に取りまして、叩いた時に割れるのが最高にいいお大根だと言われております。次にお味噌ですけれど、これは手にこれいいんですよ。手に取りましてギュッと握りつぶした時に、はい、指と指の隙間から出てくるお味噌が最高のお味噌だと言われています。グニュッ。おめでとうございます。ありがとうございます。本年もよろしく。次にお粉ですけど、この粉はふっと吹いた時に粉が飛ぶのが一番いい粉だって言われてます。ダンガ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